ジェームズ・ケネスラ・フィーバーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、イングルート出身の元プロ野球選手、コーチ、監督。ドジャース時代モーニングサイド高校卒業後の1962年、ロサンゼルス・ドジャースにバットボーイとして契約。1965年にメジャーデビューを果たし、4月12日のメッツ戦で初出場。 新人ながら二塁の定位置を獲得して157試合に出場し、打率250.12本塁が69打点を記録。同年のリーグ優勝に貢献して新人王を獲得し、ツインズとのワールドシリーズでは第一戦、第二戦に6番二塁手で出場して世界一に力を添えた。2年目の1966年には24。 本類打を放ってリーグに連覇に貢献し、オリオールズとのワールドシリーズでは10月5日の第一戦でデーブ・マクナリーから本類打を放つが4戦全敗で2年連続世界1はならず、同年はオールスターゲームに控え選出選手として初出場を果たし7番セカンドで先発メンバーに名を連ねた。その後も1971年までレギュラーの座を守ったが、 1972年は70試合出場で打率。201に終わり、シーズン終了後に解雇。1973年に太平洋、クラブライオンズとの熾烈な交渉合戦の末、ロッテオリオンズへ入団。日本では金田正一監督の下で主に一塁を守り、初年度にチームトップで自己最多の29本塁打を放つ。 チームの主力打者として1974年のリーグ優勝日本一に大きく貢献し、ワールドシリーズと日本シリーズを制覇した最初の選手となった。阪急とのプレーオフでは10月9日の大参戦で山田久志から敵地打を放ったほか、ウイニングボールをキャッチ。中日との日本シリーズでは全6戦に出場し、 10月20日の第4戦では途中起用ながら3打数に安打に、打点と活躍。一軍ーチ兼任となった1975年は5月30日の太平洋戦で東を治む安木昌治からパリーグ初の一試合左右両打席本塁打を達成したが同年シーズン途中で外国人枠の関係と体力の限界を理由に現役を引退。 コーチ人となるが、カ田ダに現役復帰に色気を出したと怒られて二軍コーチに降格。左肩の故障で苦しんでいたドラフト1ルーキーの菊村特用のためにアメリカから薬を取り寄せるなどして面倒を見ていた。自身の光景と目されていた新外国人のラファエル・バチスタ、ビル・マクナルティが期待外れに終わったことから、1976年に現役復帰。 同年引退。引退後は、ロッテの一軍打撃コーチ兼スカウトを務め、デロンリーを自身の中介で入団させる功績を残したほか、二軍戦にコーチ登録で出場。結果は2試合9打数に安打であった。1978年に帰国し、フルス・ドジャース参加のルーキーリーグ監督に就任。シーズン終盤に急成したジム・ギリアムの後任として、 ドジャースの打撃コーチとなり、1979年まで在籍。対談後は、ジャイアンツアスレチックスマリナーズカブスブルワーズ、シンシナキレッツ中国代表パドレスで監督、コーチを歴任。1985年には 3A の監督としてチームを優勝に導き、マリナーズ監督時代には弱小チームの立て直しを図ることに成功。1991年には、 球団史上初のシーズン勝ち越しを決めたが、球団フロントとの圧力により対談。その手腕を認められて、カブスの監督に転身すると、ホワイトソックスからサミー・操作を獲得。1993年に操作は、球団の打者で、初の30から30を達成。1999年は、シーズン途中からブルワーズで監督を務めた。2002年に、 中国代表監督に就任し、アジアシリーズ WBC 北京オリンピックでも指揮を取った。北京五輪では予選リーグで台湾を破る歴史的な支障を挙げたが、八カ国中再開に終わり、オリンピック後に退任。2008年オフにパドレスの打撃コーチに就任したが、2009年シーズン途中で解雇された。息子のライアン・ラフィーバーも元プロ野球選手。 1993年にクリーブランド・インディアンスからドラフト27順目で指名されマイナーリーグでプレー。現在はスポーツキャスターとして活動している。後任は同じく日本のロッテでプレーしたランディレディ。ありがとうございます。